ソフィアバンク、ラディオステーション。今日からソフィアバンクラジオステーションにおいて、岡田武史、田坂宏の対話、人類の未来が始まります。私は進行を務めさせていただきます、藤沢久美です。では早速、この対話の主役、お二人をご紹介しましょう。まずは元サッカー日本代表監督、岡田武史さんです。岡田武史です。よろしくお願いします。そしてシンクタンクソフィアバンク代表、多摩大学大学院教授、田坂宏さんです。田坂宏です。よろしくお願いします。さて、まず最初に、この番組、対話、人類の未来が生まれた背景というのを伺いたいんですけれども、岡田さんと田坂さん、お二人は以前からこういった対話というのはなさる機会があったんですか？そう、対話というようなことじゃないんですけど、もともと僕はその、僕の知り合いの経営者、田坂さんの本も読んでたんですけど、ある時知り合いの経営者が、田坂宏さんがお前のことを書いてるよって言われて、なんか1行か2行だったらしいんで、と思って、それで田坂さんの本をバッとこう読み出して、でその経営者の人もお前と田坂さんなんか言ってること似てるんで、きっといつかなんか会うよって言われてたんですよ。で、あ、そうかなと思ってたら、ほんとひょんなことでこう僕をちょっと慕ってくれてた若い、経営者じゃないな、学生みたいなものが田坂さんにお世話になってて、お母さんぜひ一度田坂さんに会ってみませんかって言われて、会えんのという話で一度お会いして食事させてもらったら、本当に僕がなんかこうモヤモヤってしたいろんな疑問がなんかふっとちょっとクリアになる感覚があって、あ、なんかこの人本質を話される方なんだなというのをものすごく感じて、それ以来なんかチャンスがあればということで、例えば本当失礼なんですけど、スポーツの雑誌の対談で誰とやりたいと言われて、田坂さんって僕が言ってきっと受けてくれないよって言ったら受けてくださって、まあそういうところからご縁ができて、なんか付き合っていただいてるっていう感じなんですよ。対話とかそうじゃなくて、やっぱり教えてもらってるんですね、どちらかというと。田坂さん、実際にそうやってお会いになるようになられていかがですか？いやいや、本当にね、光栄な話をしていただいているので、ただ私もね、実は岡田監督とは何かいつかご縁があるんだろうなと思ったのは、実は随分昔なんですよね。この話は一度申し上げてるんですけれども、ちょっと脱線しますけど、人生ってなんとなく未来の記憶に思えることってあるんですよね。なんとなく何かご縁があるんじゃないかなって思って本当にそういう展開になることって時折あるんですね。で、それを私なんとなく未来の記憶っていうちょっと変わった表現をしてしまうんですけどね、私岡田さんとのご縁がもしかしたら将来あるのかなと思ったのは、例のワールドカップのフランス大会の予選ですよね、はい、で日本がほとんど土俵際まで追い詰められた時の鴨監督がね、引かれて岡田さんが急遽監督になられた時の最初の試合は、あれウズベキスタン、そうです、ウズベキスタンでアウェーで引き分けたんですよ、ですよね、で私もサッカー高校時代サッカーやってた人間なんでね、もう本当に一生懸命見てって応援してた立場ではあったんですけれども、あの時にもう引き分けた瞬間に日本のメディアは、これで終わったというね、雰囲気で、でただ現実的な可能性としては確かにまだ残ってはいるんだけど、これもう無理だなという雰囲気が、日本のメディア解説者の中にも広がった瞬間に、岡田さんは確か試合後のインタビューで、ちょっと正確な表現忘れたんですけれども、まだ首の皮一枚残ってるっておっしゃったんですよね。そうそう、まだ可能性はあると。で、これはね、ひょっとしたらひょっとすると、あ、そうだ、ひょっとするって言ってたのか、あれだけチャンスあったり、1回ゴール入ってもオフサイドで取り消されたりしてんのに、最後にドーンって蹴ったボールを相手がちょっと判断ミスしてポンポンって入っちゃったんですよ。あ、
あれだけやって入んないのにこれが入るっていうのはこれなんか意味があるんじゃないかな、うん、これはひょっとしたらひょっとするぞと、うん、本当に思ったんですよその時、うん、ってこれで入っちゃうのと、うん、俺いけるかもしれんなとかね、うん、本当ね、そのシーンは正確な表現忘れましたけど、私がその非常に深く感銘を受けたのは、その私のリーダーシップ論の根本なんですけど、リーダーの条件ってのはいくつかあると思うんですけど、この極めて重要な条件の一つが、例えば自分の預かっている組織の全員がもうダメだと思った瞬間にもまだ可能性が残っている限り諦めないと、勝負は下駄履くまで諦めないっていうタイプが私はリーダーの資質だと思ってたんでね、その時に岡田さんって、ああこの方本当のリーダーシップをお持ちだなと、まあ普通の人間なら大体もうこれもうほぼ終わったなと思うような場面で、非常にポジティブに楽観的に一つの意思を持ってね見つめられる、そういう姿を拝見したのがフランス大会だからずいぶん昔ですよね。97年ですから、大会前の予選ですから、大会が98年ですから、はい、7年頃ですかね、でその頃テレビ拝見してて、私の中では岡田武という監督が非常に心に残り、また非常に注目するべき一人のリーダーとして心に、まあ、残ったんですよね。でそこから後の話は、まあ、本当に先ほど岡田監督が話していただいたような、まあ、本当に人のご縁というのは不思議なもんでね、ただね、なんかやや宗教が上がった表現ですけど、人間同士って本当に縁があれば地球の裏側にいても巡り合うっていう言葉があるんですよね、いや僕はね、愛媛の経営者の人なんですけど、お前きっとなんかどっかで一緒に何かやるよって言われたんです、もう何年も前ですよね。だから僕本当になんかドキドキしてんですよ今回も。あれって本当に言う通りになってるな。それでお会いした最初に言われたのは、その環境問題に興味持ったのが、僕は学生時代に成長の限界というローマクラブのレポートを読んできっかけなんですよ。そしたら田坂さんも同じ本を読んで興味持ったとおっしゃったんで、もうびっくりしちゃって。そうですね、それは本当に初めてお会いした時にね、ご縁を感じる方ってのは、その初めてお会いした時でもやっぱりもう簡単相手ですみたいなことって結構あるんですよね。逆に人間って仮に薄い付き合いが10年あってもあまり縁の深くない関係ってありますよね。だからここ不思議なもんでね、で確かに初めてお会いした時に何人かの方がそうおっしゃってたと伺いましたけど、何かの思考のベクトルがすごく一致している方だなと、で実は先ほど紹介していただいた、私が何かで岡田さんを書かせていただいたとすれば、いくつかあると思うんですが、おそらく私のメールマガジンである風の便りというのがあるんですね、はい、でその中で岡田監督のあれは横浜マリノスの頃じゃないかと思うんですが、はい、その時の試合について語ってるんですよ。で確かね、私の風の便りで、まあ、詩のような短いメッセージで書くんですけども、まあ、マリノスが、確か審判の判定ミスと誰が見ても分かるミスで負けた時の後のインタビューで岡田さんが語られたことを私風の便りで書いてるんですよ。でこれもリーダーというものの、その条件のもう一つ重要な条件を見事に示されたと思ったので、私はそれを引用したんですけれども、インタビュアーが、岡田さん今日の審判のジャージはミスジャージですよねっていうふうに確か向けられたと思うんですよ、うん、でおそらくインタビュアーは、いやそうなんですよ、あそこであんなジャージされたら困りますというような類のですねコメントを岡田監督から期待したと思うんですが、私はその後の岡田さんの答えに非常に感銘を受けたんですよ。確かこういう類のことをおっしゃってるんですね。いやまあミスジャージかもしれませんけれども、それも含めて我々は勝たなければならないんだと、うん、人間である限りミスジャージもあるでしょうと、でもそれも含めて我々は勝たなきゃいけないんだっておっしゃったんですよね、うん、で私はね、リーダーとしてのある種の運気を持っている方ってのは大体この心構えなんですよ。大体運気が逃げて方っていうのは自分以外に原因があるというふうに逃げたりすがりたくなるタイプですね、うん、つまりあ、だってあれは自分は別としてから、あれがあんなことになったら本当自分の責任じゃない、
もうひどいことだとこう言いたくなるとか、自分以外の何かに原因を求めようとする心の状態というのは大体運気が逃げていくんですね。でそれはそのままリーダーとして の資質という意味でやっぱりどうしてもマイナス方に向かってしまうんですね。で岡田さんのその時の答えというのは、昔から古来よく言われるリーダーの資質である運も実力のうちという名言があるんですね。でこの言葉を本当に正面から覚悟できる人間というのは運気を引っ張ってきます。かつそれはリーダーとしても非常に大切な資質なんですね。ですから私はその運も実力のうちということを別な表現をされたなと、まあ、審判のミスたちもまあ起こるでしょう、人間だから。でもそれも含めて勝たなければ我々はならないんだと、勝てなかったということはやはり我々の力が至らなかったんだというふうに物事の現実をご自身がこう引き受ける受け止めるという力というのはある種の魂の力だというふうに私は思っているんですが、ああこの方リーダーとしての非常に深いところのその心の姿勢をお持ちだなと、でそれで風の便りというのに書いたのがおそらく多くの方に読んでいただいてですね、大体何万人か読まれてますので、まあそのご縁で岡田さんのところに田坂という、まあ、物書きが岡田さんのこと書いてるよという話になったんだろうと思うんですね。そう、多分そうですね、その頃だったと思いますね。あれはね、手でゴール入れたんですよ。で誰が見てもハンドなんですよ、うんうん、でもサッカーでレフリーがゴールっつったらゴールなんですよ。です、ね、だからハンドだけど、絶対ハンドだけどゴールなんだと、うん、これもうしょうがないんですよ、うん、で僕らよく選手に言うんですけど、結構勝負って運で決まるって言うんですけど、その運っていうのは僕は誰にでもどこにでも流れてるってよく言うんですよ、選手に。でそれを掴むか掴み損ねるかだと、うん、要はきちっといつも掴む準備を してるかどうかだけでね、掴み損ねといてね、運がないという人結構見てきたんですよね。で僕はそういうのがものすごく嫌なんですよ。で全部運掴んでも勝てるかどうかそれは分かんないんですけど、でも、うん、掴まない限り勝てないし、で完全には掴めないんですよ、パーフェクトには。やっぱり自分も人間だから、うん、でもなんとか掴み損ねないように必死になってこう、まあ、本当に僕は勝負の神様は細部に宿るって細かいこと、勝負を分けたらなんかマスコミとか評論家はね、大冗談に構えて戦術論システム論言うんですよ、うん、大事なんですよ、否定してるわけじゃないんだけど、うん、でもね本当に勝負を分けるの8割ぐらいはね小さなことなんですよ、うんうん。今回の代表チームの選手にワールドカップ行く前に、過去のワールドカップアウェーで1勝もしてないと、みんな戦術だジークの戦術だなんかいろんなこと言ってると、うん、で全部編集して見せてね、やられてるとこ見せて、これは戦術でやられてるかと、たった1回こいつがまあ大丈夫だろうと思ってマーク外しただけだったりね、いやこいつまだ打たないんじゃないかってタックルしなかっただけ、それが勝負を分けてるんですよ実は、うんうんうん、でそういう細部細かいところをきちっとやるかどうかが結局勝負を分けてくるんだと言うんで、だから それが運をつかむ、あ運がなかったというのはつかみ損ねたんですよ多分自分が、うん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 、だから運っていうのは勝手に来るもんじゃなくてあるんだけど自分でつかまなきゃいけないって僕は思ってんでね、うんうん、よく選手に運の話するんですけど、そう言ったらみんなが、まあいやもうなんか本当にごめん、あっという間に時間も過ぎていくようなお二人の、いかにお二人がこれまでもこういう対応を繰り返してこられたかっていうのを感じる瞬間だったんですけども、対話を実際に始める前にもう一つだけ田坂さんに伺っておきたいことがあって、今回このお二人の対話のタイトルが人類の未来というタイトルをお付けになったわけなんですけれども、このタイトルを選ばれた理由を伺います。さっきのね岡田監督のお話の中にあった成長の限界というね本、これはもう私がそもそも原子力工学なんていう分野を選んだ背景にある、まあ、運命的に出会った本なんですよね。で岡田監督と私自身本当にありがたいご縁をいただいたと思ってるんですけれども、その縁の意味というのは確かに数分間今お話を伺ったようなそのリーダーシップとはとか運気とはということについても非常にこうベクトルの合うね共感する部分が多々あるんですけど、
やっぱりもう一つがやっぱり成長の限界という本に岡田監督も非常に共鳴共感をされた。私もやっぱり非常に深く若い頃影響を受けたんですよね。で、成長の限界という本は、まあ、今日それを長く話す場面ではないですけれども、まあ、分かりやすく言えば人類のその成長、まあ、特に経済成長を中心とした意味だと思いますけれども、それはいずれその限界がに達するだろうと。で、その理由というのをこれをこの国書を作られたメドウズという MIT 当時 MIT の教授は、まあ、5つの問題を掲げたわけですよね。一つが人口爆発、食糧危機、資源の枯渇、エネルギー不足、そして環境問題で、これが70年頃の報告書なので、今からすれば40年以上前に人類の未来はどれほど頑張ってみてもこういう5つの問題にがゆえに成長の限界に達するということをもう洞察してるんですよね。で、まあ、近年も地球環境問題がやってきて人類の未来はそれほど明るいとは単純に言えないぞということはもう非常に広い認識になっているけれども、実は40年前にそういうことはしっかりと論じられてた。ただ人類の未来というものをどうなっていくんだろうという目で見つめるやっぱり空気はそれほど強くはなかったと思うんですよね、まだね、今に比べれば。で、その時代に岡田さんがやっぱりその人類の未来に関する非常に象徴的な著作に触れていらっしゃったということは、やはりこの一点においても自分自身、私自身の何か見つめたものと共通のものをお持ちだったんだなと。そんなところから今日は、まあ、リーダーシップ論も本当はぜひやりたいぐらいなんですけどもまあこれはしばらく前にナンバーという雑誌でね、本当にいい対談をさせていただいて、まあ、それなりのありがたい注目をいただいた対談になったので、今日はむしろもう一つ その岡田さんとの共感するこの人類の未来というものをどう見つめていくか、これから我々どんな未来に向かっていくのか、このあたりをテーマに少し対話をさせていただければなというところからね、選ばせていただいたんですけどね。岡田さんはいかがですか、この人類の未来というタイトルについて、どんなことを、まあ正直僕もその学生時代に成長の限界を読んでから環境問題に興味を持ってですね、まあいろんな勉強というか、勉強といってもまあ2000年の地球というか四国政府のレポートとか読んだり、まあ、NPO 入って、まあ、2002年には環境サミットにも NPO の一員で行ったりしてるんですけど、そういうのをしててもしてる中でなんか全然変わってこない現状、どん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 そのまま先へ進んでいく。リオサミットでもう時間がないと、でも今なら間に合うっていう宣言をして、あれがリミットだったはずなのにあれ全然変わってこないなっていう中で、だん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 その環境とか経済とかの根本がやっぱり人間自身に返ってくる、人間のまあ欲望だったり成長欲望だったりいろんなものに戻ってくるんだなという気がしてて、そういう時にまあ田坂さんに、じゃあこの資本主義っていうのもそういう上に立っててどうなるんですかとかいろんな質問をしてた、ある意味これぐらい大きなねタイトルにしてもらった方がいろんな質問ができていいなと私たち聞く側も大変そういう意味では楽しみなんですけれども、さあ早速第1回ということで、始めていただきたいなと思うんですけれども、第1回対話人類の未来、それでは岡田さんから今回田坂さんに何を投げていただけますか。そうですね、もう本当ねたくさんお聞きしたいこと、まあ、今までに聞いてることもたくさんあるんですけどね、今日ここのところずっとちょっといろんな方に出会ってて、でまあ今度またリオでプラス20でしたっけ、20でしたっけ、会議ありますよね。それに向けて政府が、日本の政府もいろんな政府も経済成長と、グリーン経済をとか環境問題を、両方両立さすとかね、でやはり成長をしなければ貧困、世界の貧困はなくならないとか、まあ、成長ということには経済成長とか人間自身の成長とかいろんなことがあると思うんですけど、僕この成長ということになんか
こう口でうまく言えないし論理的に分かんない、なんかこの辺にピンとなんか引っかかるんですよ。本当に成長って成長しないとずっと人間ダメだしな。であるレポートでね、これ正しいかどうか分かんないんですけど、チンパンジー以来こう人間としてこう成長してくる中で、まあ北京原人がいたりネアンデルタル人がいたりで、僕らのホモサピエンスがいると、でそれぞれの脳の重さが書いてあって、でチンパンジーがやっぱり一番軽いんですよ、脳の重さが。そうするとまだ生きてると、現在絶滅してない。で脳が重くなるほど早く絶滅してるんですよ。でホモサピエンスは今一番重いんですよ。で20万年なんですよ今ね。ということは脳が重くなってより良くなりたいって成長しようとすることが自らをなんか滅ぼしてるのかなとかも思ったりするんですけど、その辺の今日は田坂さんに成長ということをどう捉えていいのかというのを、なんか田坂さんのお考えがあったらと思って来たんですけど。いや本当にね、非常に深いご質問だと思うんですよね。でおそらく今確かに時代の中でその言葉でその問い直してみるべき言葉がいくつかあると思うんですよね。現代の病というのは多くの場合すぐに思考停止に入るという部分だと思うんですね、うん、例えば成長っていう言葉ももう新聞にでももう毎日のようにあふれる言葉で、まあ、ほとんどの場合経済成長という意味に使われてて、で経済成長というのはまあ大体 GDP というふうにこう定義されてしまうわけですね。でこれが当たり前だという雰囲気が、まあ、蔓延している時代だからこそあえて申し上げたいんですけれども、いやそもそも定義そのものを見つめ直してみるべき時代なんだと、うん、つまり今エコノミストの普通の方がいらっしゃったらですね、特に近代経済学的な方面のエコノミストの方がいらっしゃったら、まあ、成長というと経済成長のことですよね、うん、まあ、GDP をどうやってさらに増大させていくかですよねと。でもう一つの論理でそのある意味では思考が停止してしまっていると思うんですよね、うん、でむしろこれからの時代に非常に重要な思考というのはやっぱりそもそもその言葉の定義って本当にそれでいいんですかというところから始めるべき でそういう意味では成長という言葉 その本当の意味は何なんだろうというふうに私見つめ直してみたいと思うんですよ。で、まあ、このあたりはしばらく前に例の目に見えない資本主義という本でも少し触れたことでもあり、はい、そこで触れてないことも少し申し上げてみたいんですけど、今ダボス会議でも私もグローバルアジェンダカウンセルのメンバーなんかやってますから、ここ何年間かずっとダボス会議出てると言葉が成長グロースという言葉がよく使われますけど、最近は先ほどおっしゃったグリーングロース、うん、というある意味では環境に優しい成長的な意味だと思いますが、グリーングロースという言葉も使われるし、クオリテイティブグロースという言葉が使われるんですね。つまりクオンティテイティブが量的な成長であるのに対して質的クオリテイティブな成長っていうのがあるんだということは、まあ、キャッチフレーズみたいに言われ始めてはいるんですね。ただその中身を明確に語れるエコノミストがあんまりいないなというのもまた一方の感覚 でというのはクオリテイティブグロースという言葉を新たに定義し始めた瞬間に従来の成長ということに対するある意味でアンチテーゼを自ら言い始めているということなんですよね。つまり今までの成長というのは量的な成長を大体成長と言ってたわけで、 GDP がどんどん増大するというふうに言ってたわけですから、いやそれ以外のクオリテイティブなグロースがあるんだということを言い始めたということはですね、ここまでの経済学の基本的な体系から外れたあえて言えば別なパラダイムの成長論が今その話題にようやく上り始めたんだと思うんですよ。で、まあ、こう申し上げるとなんか経済学もどんどん前に進んでいるように見えるんですが、ただ私の目から見るとそのむしろ当たり前のところに戻っているだけだと思うんですね。当たり前のところ、ええ、つまり私から見るともともと成長というのはそのクオリテイティブなものも含めて成長というふうに捉えるべきことであって、今までその中のごく一部つまり貨幣で表現できるインデックスだけを見て成長したとかしてないとか言ってたことの方がむしろ ある意味ではおかしかったことだと思うんですね、うんうん、でそれが成長という言葉の本当の意味は
定量的に表せない成長があるんだということに気がつき始めて、これはようやくというべきなんですが、そのあたりに今の時代の少し奇妙な部分があると思ってるんですね。要は田坂さんがおっしゃってる信用とか信頼とかっていうのが成長を、例えばですね、ですからまさに私の理念未来資本主義の中身を今おっしゃっていただいてるんですが、私は成長ということをあえて従来の経済学の延長で論ずるんであれば、貨幣資本と呼ばれるものの量的な評価だけを成長の基準にするべきではない。昔から目に見えない資本というのがたくさんあった。例えば5つよく申し上げる知識資本と呼ばれるものがあったり、人間同士の関係とか絆とか、その関係資本ですね。さらには信頼というトラストキャピタルと呼ばれるものもあった。さらには、評判評価、ある種のブランドキャピタルみたいなものもあった。そして、文化的な資本、カルチャーキャピタル。でこの5つの資本というのは、これ以外にもいろいろありそうな気はしますけれども、主だったものだけでもこういう5つの資本というのがあるから社会というのはうまく回ってた。でこの資本はなかなかに評価しにくいがゆえに、目に見えない資本、特に定量化非常に難しいですね。お宅の文化資本はいくらだねとか、うちの会社の文化資本はこうだという言い方はできないぐらい難しいがゆえに、そのなかなか評価されなかったわけですね。で現代の病というのは、そのある意味では目に見えるものしか見ないということだと思うんですね。で目に見えないものは非常に評価しにくいがゆえに、そういうものはちょっと面倒くさいから考えるのやめましょうというふうにしてしまう。でこれが現代の経済学の最大の問題で、つまり全てはお金という数値で表せるもので表現できると思い込みたがる。さらにはそうできると強弁するわけですね。それを象徴するのが例のよくある、例えばこの会社のやっぱりその社風とか文化の良さはどうなってますかねっていうと、あそれは株価に織り込まれてますとかですね要するにその織り込み済みというですね、その実にいい加減な言葉があって、でも実際には織り込まれてなんかいないんですね。つまりもっと分かりやすく言えば、会社の文化がガタガタになってても株価が上がる時ってのはあるわけですね。それはもう社員どんどん首切っててもですね、競争権利バンバン導入してても当然短期的な収益が上がると、この会社はかなりよく言う筋肉質の体質になったとかですね、一定株価が上がったりすることあるわけです。でも少しそのまともな人がじっと見てると、この会社何年か先危ないよと。どうしてかといえば、目に見える資本は少し豊かになったように短期的には見えるけれども、目に見えない資本がどんどん今失われていってるということが見えるわけですね。でこれが一つの企業であれば経営者の最大の資質だと思うんですよ、見えるか見えないかは。一国のリーダーにおいても全く同じで、日本という国がもし豊かな国であるならば、これも豊かさの定義とつながるんですけれども、今申し上げたようなその目に見えない資本がどれくらい日本という国が例えば10年前と比べて豊かになったかということを見ないとですね、 GDP だけただただ大きくなっていけばこの国は豊かかという根本問題が今突きつけられているんだと思うんです、でそこのパラダイムを大きく変えることができないで、残念ながら経済学者の方々は今も貨幣経済にしがみついている。ここに私の、目に見えない資本主義というその本で述べようとしたテーマがあったんですね。なるほど。僕なんかその田坂さんの本を読んだりいろいろしてて、結局目に見える資本主義もうこれはダメなんだとなんか頭で決めつけて、だからなんかそういうもの、でもそういうものって実際具体的にどういう社会になっていくんだろうと思ったんだけど、目に見える経済はあっていいんだけど、それは目に見えない資本主義をより高めていく、価値、資本価値を高めていくことによって結果として、そこそこの目に見える資本が上がっていくというふうに、こちらを上げ、目に見える資本を上げよう上げようとするからおかしくなってきてるっていうふうな捉え方でいいんですね。いや、全くその通りですね。今すごく大切なことをおっしゃっていただいてて、大体一般的にもですね、目に見えるものというのは大体結果であることが多いんですよ、目に見えないものが豊かになっていったときに、結果として目に見えるあるインデックスが非常に豊かになっていくことが基本的な構図なんです、
で現在の病っていうのはいくつかあるんですけど、もう一つの病はその結果に好きないものを目的にしてしまうという傾向があるわけで、うん、で一昔前の経営者ってのは非常に賢いから、単にその財務諸表のボトムラインだけ見てですね、おいこの収益もっと2倍にしろとか、とにかくこれ2倍にするんだというふうにあんまり議論立てなかったんですね。むしろやっぱりいい会社作ろうとか、お客様に喜んでいただこうとか、素晴らしい商品作ろうとかいうところから始まって、そのためには例えば社員のもっと創意工夫が出てこなきゃいけないとか、チームワークが良いものでなければいい商品なんか生まれないとか、そういうことを考えながら目に見えない資本知恵が出てくるとか、関係がお互いの絆がいいとか、お客様から信頼されるとか、そういうことを非常に大切にしてやっていくと、ほら結果としてそのボトムラインがこんなふうにお客様のが当社の商品を買っていただいて収益上がったじゃないかと、これが日本型経営と呼ばれるある種の英知だったわけですね。そうすると、もう本来そういう日本型経営の英知みたいなのがあったんですけど、いつからか目に見える資本を何とかしよう、目に見える、まあ、はっきり言えばバーチャルですよね。バーチャルな世界ですよね。だって貨幣なんて勝手に誰かが決めたんだからね。その世界を上げよう上げようとしても何とか言ってた時代があった。でもこっからの時代はもうその目に見える資本だけしか見てなかったら、もう人類の未来がなくなってくるよというような時代が変わってきたっていうような感覚なんですか。そうですね、時代が変わってきたという表現も全く正しいんですけれども、うん、私の目で見ると少なくとも日本においてはもう一回原点に戻るべき時代になったなという印象の方が強いですけどね、うん、つまり今、まあ国家も基本的には同じですけど、今経営論という企業の経営という次元で持つ論じてみてもですね、一昔前の真っ当な経営者は目に見えない資本も含めてトータルにそれを高めていく努力をしてたと思うんですね。でどちらかといえばよく昔からよく使われた言葉で、まあ、利益は後でついてくるんだよと言い方を結構してたんですよ。つまりそれは利益はどうでもいいということじゃなくて、そういうものはやるべきことをきっちりやってたら黙っててもお客様に生かしていただける、育てていただけるぐらいの感覚があって、それは結果としてやってくるものだという腹の座り方があったんですよ、うん、ところがその欧米特にアメリカからやってきている経営論というのはある意味で非常にそこの浅いその思想がありますから、もう短平級に結果だけ出せと、うん、いうことでそのボトムラインを上げるにはどうしたらいいかというところから話を始めるもんだから、その目に見えない資本を食いつぶしてですね、目に見える資本を増やすことをやってしまうわけ。ただ分かりやすく言えば、とにかくお前らこの職場は5人いるけどもみんなライバルだと、うん、競争して一番儲けてきたやつに高い給料やるからなとやる。そうするととりあえずみんな頑張ってもう横蹴落としてでも仕事を受注してきましたってやるから、うん、短期的に数字上がるけれども、気がついてみたらついこのまままで和気あいあいと力を合わせて仕事してたチームが、うん、なんか隣にいるやつはライバルだみたいになってくる、うん、もうお互いの知恵の共有だってやりたくない。昔は営業の世界では営業のスキルなんかもう本当にいやこうしたらいいよとか先輩が無償で教えてくれたわけですね。でなぜかというと昔はこういう格言があって、先輩から受けた恩は後輩に返せという文化があったわけですね、うん、これ文化資本ですよ。ですから我々民間企業で働いた人間というのは後輩がやってきたら無償で一生懸命教えてやろうということは当たり前だった。どうしてかって聞かれたら、いや先輩もそうしてくれたからだと、うんうん、先輩から受けた恩は後輩にも返すのが恩返しなんだと、この系譜があるからそのみんな一生懸命後輩を育てようという文化があったわけで、これは社全体で見るとスキルと呼ばれるものが、これまたこれも目に見えない資本ですけれども、どんどん高まるという文化を持ってたわけ。ところが競争原理持ち込むと何が起こるかといえば、部下だってこいつも一つ間違ったらライバルだと、うん、売上で競わされていると、こいつに俺の営業スキルを教えたらむしろ自分のチャンスがなくなるという無意識と意識の境界が働きますから教えない。そうすると全体として力がどんどん落ちていく、こういう世界が日本全体でも起こっているわけですね。ただ全く競争がなくなると、今の官僚みたいに人間ってやっぱり外からの刺激っていうかね、がないとダメになっていくようなところもあるし、だから全く競争を否定するわけじゃないけど、過度それを行き過ぎるとそればっかり、さっきの目に見える資本と目に見えない資本と一緒で、その競争の方に目が
勝つか負けるかというのは結果であって、一番大事なしなきゃいけないものは別だという意味合いとして捉えていいんですか。これもね、非常に重要な、またあの話を方向を広げていただいたと思うんですが、私も競争原理を否定しているわけでは全くないんですね、うん、むしろ必要だと思います。今の日本のその状況から見れば競争的な原理は導入してもいいと思うんですね、うん、ただですね、日本という国のその深みというのは昔からいろいろなことにちゃんと英知が働いてたんですね、はい、例えば競争という言葉もですね、あの日本では昔から競争の場ってやっぱりあったと思うんですね。ところがあの欧米からやってきたようなその文化なり思想ではなかったわけです。あの少なくともまずここ10年20年振り返ると、欧米から入ってきている競争の思想というのは、例えばこの3つの言葉で表されるんですね。生き残り、勝ち残り、サバイバル。つまり競争というのは生き残るために、あいつとこいつ、俺とどっちが生き残るかの戦いだというふうな問題設定されるわけです。ところが日本における競争というのは昔から非常に英知の言葉があって、例えば切磋琢磨という言葉があるんですね。で、好敵手なんて言葉がありますね。で、お互いライバルの立場に立って競い合ってるんだけれども、人間としてお互いを尊敬するということが当たり前のように、その人間 の生き様としてその示されてきたんですね、うん、ですから先輩なんか見てても、あの本当に心の中であの野郎いつか叩き落としてやるみたいな思うことはあまり美しくないという考え方は日本はずっとあるわけですね。ただ聞かれれば、いや彼はライバルですよと、うん、ただ例えば昔でもう古いあの石油あの横綱ですけど、白鵬時代ってね、あの柏戸と大鵬なんていう時代があった、はいはいはい、私子供の頃はそういう時代でしたけども、ああいう好敵手が白鵬時代とか何時代っていつもありますよね、うん、でも彼らってやっぱりあのお互いを尊敬してて、片っぽが引退するときに必ず言いますよね、うん、いや彼のおかげで自分も本当にあの腕を磨かせてもらったんだと、こういう好敵手に恵まれたから自分はここまでやってこれたんだという、こういうその深みのある思想をどっかに持ってるわけですね、うん、で世界全体の競争原理というものがおかしくなっているのは、競争原理そのものがおかしいというよりは、その奥にあるべき人間というのは英知を持ってるんですね。つまり2つ良いことさてないことよというのがありますから、競争という場を作ることも良さもある反面、落とし穴がある。その落とし穴に陥らないための知恵というものをちゃんと先人は残してくれているわけですね。で、人間というのはエゴがあるから競争になる。競争になった瞬間にそのエゴがただ一人歩きし始めると、もう相手まで憎みたくなる、あの引っ掛けたくなる、騙したくなる、そんな世界まで行きかねないからこそ、例えば美学とか、うん、その教授とかって言葉を教えるわけですね。で、こういう文化の部分をまたボソッと落として、もう白い猫でも黒い猫でもネズミを取ってきたら、良い猫だって言ってしまう。これ実はあの中国みたいな共産主義の国家でしたら、こんなことまで言い出したのがしばらく前ですけれども、うん、あの非常に底の浅いその文化というものがあの広がっていったわけですね、うん、そうかし、こう市場原理で神の手があるとかってよく言うじゃないですか、はい、でもあれはそういう英知とかそういうものがあるっていう前提に立ってるんですよね、多分。そんな相手をなんとか騙してやろうとか、その隙間ついてなんとか儲けてやろうなんて言い出したら、そんなこと起こりえないんですよね、きっと。全くその通りですね、うん、あのつまりあの神の手と、まあね、そのアダム・スミスがどういうその趣旨で言ったか、ちょっと微妙ないろんな議論があるだろうと思いますけれども、うん、ただもし神の手という考え方が存在するとすれば、おそらく今岡田さんがおっしゃったような、そこに付随する社会のあるべき文化とか、うん、その人々の意識のあり方に対するある前提があったと思うんですよ。そうでしょうね。で、そこが壊れると何が起こったかというと、神の手が成立しなくなるわけですね。例えば、うん、そのエンロンみたいな会社が何やったかというと、市場原理の中で一応動いてるんですけども、例えば株価操作するためにその自社 その収益とかそういうものを全部、うん、あの勝手なあのあれを間違った数字を平気で使ってしまう、出してしまうわけですね、うん、だから、まあ、ある粉飾するわけですね、分かりやすく言えば。で、これをやってしまったら神の手もヘチマも働かないですよね。全く嘘の情報で動いてますから、で従ってそこでパニックというか、ある種のカタストロフィーやってくるわけです。つまり神の手という考え方の根底には、人間の非常に理性的なもの、うん、最低限、うん、そしてできればある種の節度、あの、まあ、人間としての教授とか美学とか、そういうものが大前提としてあったはずなんですね。ところが
その結果の部分だけを見つめる文化が広がってくると、そういう目に見えない大切なものというものがどんどん見失われていってしまって、もう結果全てというふうに走ると、今ここ何年かの間にずっと起こっているのがご存知のリーマンショックであり、うん、今まさにギリシャ危機であり、うん、私から見ると根はもう根本一つだと思います、うん、その目に見える貨幣経済だけで走ってきて、実は非常に大切な労働観とかですね、その社会における価値とかいうものをきちっと見つめ、その評価し、それを豊かにしていくという国家のリーダーが残念ながら非常に少なくなった、でそれがもう世界中で今起こってますね。でしたがって、私は日本という国のこれからの未来へ向かっての歩み方というのは、あえて申し上げますが、世界の常識に惑わされない方がいいですよと、うん、日本は日本で本当に深みのある文化を持って資本主義というものを育ててきたわけですから、その原点に戻るべきですと。これは間違ってもその競争原理いらないって言ってるわけじゃないです、うん、例えば競争の一つでも、部下に競争しろっていう時にですね、お前隣の田中に勝てないぞ、サバイバルできないぞという言い方をするべきではない。そのプロとしてこういう競争の場で自分の腕を磨くことが自分という人間を磨くことになるんだと、うん、そして腕を磨くことがお客様に喜んでいただけるための一番正しい道なんだと、うん、だからもっと腕を磨きなさいと。例えばそういうものの言い方をした時に、今の次の若い世代の方々はあまり誤たないと思うんですね、うん、したがって競争原理そのものの、その仕組みに問題があるというよりは、それに付随して伝えられるべき精神の在り方、うん、文化の在り方、うん、このあたりが私は非常におかしくなってると思うんですね。僕前にもちょっとお話したと思うんですけど、この、まあ、ちょっと大きな話になっちゃうんですけど、まあ、今おっしゃってる、今我々の社会って全てをクオリティじゃなくてクオンティティで判断していると、それがまあ最たるものは貨幣ですよね。で貨幣経済というのがどう考えてもその金融っていうものに関わってきてから、単なるその道具じゃなくなってきた。前はその単なるものを交換するための道具だったのが、貨幣がまた価値を生み出してるようなところがあるんですよ。前も話しましたけど、その昔貴族の金屋さんがね、金を持ったけど貴族が商門同士で取引すると金が動かないと、でいざ全部金引き出せって言われたら困るから、金屋同士でこう融通し合う約束をしといて、ある村行ってこの金使うと役に立ちますよと、便利ですよ、こんな物々交換より、1人に10金ずつ貸していってね、1年後に来ますと11金返してくださいと。で11金返せる人がいるってことは、ここには100金しかないわけですから、9金しか返せない人がいるわけですよ。9金しか返せない人に、あんた残念ですねって、もう10金貸しますと、あと1年後に来た時に22金返しなさいって言うわけですよね。この人頑張るわけですよ、なんとか。でもここにある、実際にあるお金と返すべきお金の差ってどんどん広がっていくわけですよね。でいつかはこれが崩れる。で崩れた時に、まあ今だったら国家財政、お金を投入してなんとか元へ戻して、また広がっていって、またなんとかしてって繰り返しているように僕には見えていくんですよ。誰が考えてもこれどっかで破綻するんじゃないのっていう、そう考えた時に、この貨幣経済、金融経済にやっぱりこの利子とか、そういうなんかお金がお金を生むっていうシステムがある限りね、これを繰り返すんですかね、その信頼とかそういうのがあってもね。まず信頼とかがなかったらもう今やばいですけどね。お金なんて別にこの国を信頼するからやってるだけでね、今もう金本位制でも何でもないですから、金にも交換してもらえないし、ただの紙切れになってしまいますから、今ヨーロッパなんかちょっとその信頼が薄れてきてるわけですよね。だから、まず信頼とかそういうものがあるベース、あるという過程としてね、それでもこの貨幣が価値を生んでいく前ね、ホンダのある人と話し、研究所の社長さんなんですけどね、ホンダは技術のホンダでしょって、もう新しい技術どんどん出したらいいじゃないですかって、車売れんだから。いや、バイクだったらあれですよ、バイクね。いや、もうお母さんね、技術なんてね、開発したって意味ないんだって言うんですよ。なんでですか、昔僕らの頃はね、車 DOHC だって、
ターボだったからみんな、おお、この DOHC 出たぞ、今誰もそんなことね、うん、新しい技術だって見向きもしないと、そんなの、うんうん、もうそういうのに全体のイメージやデザインとかね、うん、そういう方が大事で、新しい技術を買ってくれるお客さんはこっちで新しい技術出たらみんなそっち行っちゃう、うん、今はホンダのファンを作んなきゃいけないんですよっておっしゃったよね、うん、でそういう意味でそれは信頼ですよね、うん、でその信頼があると、そういう信頼がきちっとあるという前提で、うん、ない、それも作んなきゃいけないのが分かるんですけど、それでもどうなんですか、この貨幣経済というのは、お金が価値を生み出すようなシステムというのは持つんですかね。いや、これもね、もう長く議論されてることでもあると思うんですけど、あ、そうなんですか、はい、結局そのどういう豊かさをこの国にもたらしたかというですね、その一点で見てみると分かりやすいんですけれども、まあ、これは金融系の方にちょっと失礼な表現になる可能性もあるんですけども、金融というのはやり方間違えると俗に言うもう不労所得の世界ですよね。つまりその全く新しい価値を生み出さずとも、そのまあマネーゲーム的なことをやってると、誰かがさっきのうまく11金貸すとですね、その労なくして自分のところにいろいろ利益が上がってくるという仕組みをまあ結構考え出す人たくさんいるわけですね。でおっしゃる通りで、根本的にはそのある種のゼロサムゲームの場というのは、特に新しい富が生まれてない限りゼロサムゲームになってますから、うん、単純に株価がそうですよね。俺株で大儲けしたということは誰かが損してるということですよね。まあ、そうですね、明らかなんでね、全員が儲かる株はないわけですから。でそういう意味ではその金融の仕組みそのもので国が豊かになるというのは、それはもう完全な錯覚で、金融というのはそもそもは潤滑油だったはずなんですね。例えばその新しい富が生まれてくるため の、 その産業を育成する。だから昔の銀行の方というのはその矜持があったから、例えば銀行マンに聞くと、その信用創造を通じてその新たな産業の育成をするのがその銀行業の本義だとこう言ってたわけですよ。でこれは全く正しいですね。その信用、まさに信用がないところにその信用を創造することによって、その新しい確かに産業を育った時代があった。でもいつの間にか銀行も含めてマネーゲームに行ったわけですね。ですから今銀行の方で真っ当に新産業ビジョンを語り、そのための戦略を語れる方というのは私はほとんどいないと思いますよね。ですから繰り返しになりますけれども、そもそもこの国を豊かにしようと思ったら、新たな産業が生まれるとか新たな富が生まれるという人たちが一生懸命努力する、そういう場をまず作れるかどうか、そしてその人たちが努力するときに確かに信用をうまく作ってあげる、お金をうまく潤滑に回してあげるという意味での金融業の役割はあったんですが、金融業そのものが非常にグロテスクな変質を遂げてしまったと思うんですね。それは今ウォールストリートに象徴される思想だと思いますし、だからまあ今大規模なデモがウォールストリートによく行くんでしょうけどね。ですから私は金融業に対しても原点に戻られるべきですよと。金融業というのはどこまでもある意味でのいい意味での黒子だったはずで、要するにその明確な新たな価値富を生み出すような産業がうまく生まれてきたり回っていくための潤滑油としての役割を金融は、間接金融であろうが直接金融であろうがやってたはずだと。その原点を忘れてしまった時から、金融業というのはこの社会を本当に良きものに変えていっているのかという疑問を突きつけられるようになったと思うんですね。そのね、そういう金融関係の人がこん単なる一庶民としてよ、まあ、僕もそんな貧乏なわけじゃないけど、それでもあんな大金もらっててね、それでいいのかいって時々思っちゃうんですよ、僕なんか。これ普通の市民の声ですけどね、だからなんかそういう、僕いつも言うんですけど、環境問題やっててもそうですし、何やっててもこれだダメだからもう全てダメとかじゃなくて、医学の進歩の科学技術の進歩やっぱり大事ですよね。でもその全てをそれで解決できるって人間ってちょっと勘違いしちゃったかなと、まあ、神様とは思ってないまでも、その僕は原発なんかもそういうちょっとおごりだと思うんですよ、人間の。でも技術の進歩とかやっぱりないと、いつまでも石器時代じゃあれだなと。例えば医学の進歩も、医学進歩してるおかげで僕ら昔だったら死んでる年齢かもしれないんだよね、おかげで生きてるし、
赤ちゃんの死亡率も減ってるし悪いことじゃねえな。でもアメリカであった自分の娘が臓器移植しないと生き残れないと、ただその特殊な血液型とドナーにするためにもう一人子供を産んだんですよね、もうだいぶ前に。これってどんだけ医学が進歩してもなんか限度を超えてないと。でもう今ダメかもしれないですけど、昔はアメリカ人工妊娠中絶の幼児、後期人工妊娠中絶の幼児の臓器売買されたんですよね。医学がどんだけ進歩してもそれはリミットじゃないのっていう、なんかリミットを我々はね、これはダメでこっちで二律、さっきの僕がちょっと勘違いした見える資本主義は全部ダメで見えない資本主義だけだったらどうなるのかなとか想像つかなかったけど、そっか、これリミットをみんなが知らなきゃいけないっていう、そういうところなんですかね。そしたらそのリミットっていうのは結局理屈では分かんないんですよ。だから銀行証券会社の社員の給料はいくらまでなんて決めれるわけもなくて、他の方が上上がっちゃったりもするし、そこってなんか勘なんですよね。勘っていうか、なんかピンとそれちょっと違うんじゃないっていう感覚、そういう感覚がなんかだん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 みんな頭でいろんな論理的に物事を考えたりするおかげで普通にパッと見てあちょっと違うだろうっていうような、なんかそういう感覚がなくなってきてる世の中に。いやもう何も法律で間違ってないんだからいいだろうって、いや間違ってないけどなんか違うんじゃないのって思うこと結構あるんですよね、僕なんか。そういうのはどうですかね。いや本当そうですよね。あの成長という言葉とちょうどその一対の言葉であえて申し上げたいのが、その成熟っていう言葉なんですよね。で成長と成熟っていうのは、これやっぱりこの言葉の定義を少し見つめてみると大切なことが見えてくるんですが、その人間の精神の成熟とは何かという問題を立ててみるとですね、私は人間の精神の成熟というのは非常にはっきりしている、その目に見えないものが見えるようになることだと。つまり人間精神がまだ成熟していない未熟な段階というのは分かりやすいものしか分からないわけですね、うん、目に見える1プラス1とかいたら2だと、うん、でところが目に見えない資本とか目に見えない価値が見えるようになるというのはある種の成熟が問われるわけですね、うん、でこの目に見えないものが見えるというのは、その成熟がどうやって起こるかといえば、やっぱり根本は人間としてのその修行であり人生体験だと思うんですよね、うん、本10冊読んでみてもその成熟するわけではないと思うんですね、うん、で特にどうしてかというと、目に見えないものの最たるものは例えば人の心ですから、うん、相手の心の動きが分かるなんてのは相当な成熟した方の姿だと思いますが、それ本10冊心理学も読んでも分からないですよ、うん、そうですね。それは何気ない例えば運気の流れなんて、さらに目に見えないもので見える人いるわけですね。あなんかこの瞬間に運気が悪く展開し始めたって分かりますよね、うん、でこういう世界をまず前提で考えるとですね、その科学技術もその資本主義というものも根本においてこういう間違った錯覚があったと思うんですよ。つまり人間がどれくらい愚かでも成熟してなくても未熟でもなんか幸せな世界がやってくるんだというですね、そういうその仕組みを作ろうとしたように見えるんですよ。つまり経営学というものもですね、そのどちらかというともうそのある種のマニュアル的にしてみたり理論にしてみたり、そのもう明確な客観化された戦略にしてみたりして、で例えばビジネススクールなんかでもそういうことを言うわけですね。ビジネススクールの2年の経験は現実の実務経験10年に匹敵する学びができるとこう言ってしまうわけですね。でも実際言ってやることって本読むか授業を受けるかケーススタディやるだけなんですね。でそういう意味ではその何が起こっているかというと、サッカーに例えて言えば、こういう例えると一番分かりやすいと思うんですが、いやどんなその選手でもちゃんとワールドカップ出られるような方法があるんだと、うん、みたいなことを言ってしまっているのに等しくてですね、うん、実際そのものありはしないんですね。ところがつい惹かれますよね。そうか、このメソッドをやると誰でもワールドカップクラスになれるのかと。でもある領域から先はですね、もう相当なその人間の例えばセンスとか勘とか、うん、そのまさにもう目に見えないものを見るその能力になってくるわけです、うん、つまりあるレベルでの成熟が求められるわけですね。ですから私は科学技術も同じだと思ってます。今回の原発の事故が一番深いところで教えてくれていることというのは何かといえばですね、その原子力という技術体系がその善か悪かということはあまり議論してもしょうがなくて、
少なくとも一つ言えるのは、原子力と呼ばれるほどのすごいリスクの大きな技術体系をマネジメントできるほどに人間が成熟していないと、これだけは明らかだと思うんですよ。私はその一点だけは本当に現時点で声を大にして申し上げたいぐらいで、技術そのものに絶対的な悪があるか善があるかというのは、また別な意味での大議論と思いますが、私はむしろそのことよりも、どんな技術も人間が未熟であればダイナマイトでも人を殺すことに使われるわけですから、戦争の兵器として、原子力も人が多くの人がこれほど被害を受けるようになってしまう根本にあるのは、技術そのものよりもその技術をその司る人間の精神の在り方だと、もっと分かりやすく言えば、今回の原子力の問題、事故の問題というのは、つとに申し上げる技術的な要因以上に人的、組織的、制度的、文化的な問題がある。その部分が非常に未熟であった、ここに対する徹底的な見直しをしないまま、原子力という技術を、いやこれ素晴らしい技術ですから使いましょうということは、その原子力の問題以前に、その我々の賢さというものが問われているんだということに対する反省がないということですね。で、資本主義というものもある意味では人間が発明した一つの魅力的な社会システムだとは思います。でも資本主義というのはある意味では人間の欲望というものをうまく生かして良きことを世の中にもたらそうという仕組みでもありますから、特に市場原理なんてのは欲望というものに処する英知をしっかり持ってないと、ただ野放図にみんなが横を見れば誰もが自分だけのことを考えて、野獣のごとく利益に向かって走りまくるという世界を作ってしまうわけですね。したがって先ほどからのご質問にあえてお答えすれば、人間と社会の成熟というものが今問われているんだと、それを抜きにして何か良きものがやってくるという幻想は捨てましょう。経営もビジネススクールで何か学べば立派な経営ができるわけではないですね。だから昔から経営者で優れた方というのは、そのローカルイってすれ違った社員のちょっとした表情をおはようって言っただけで、相手のこのおはようございますと言った表情と声を聞いただけで、職場で何かあんまりいい雰囲気になってないなということがピンとわかる。例えばですね、本当ですよね。やっぱりそういう何ですか、どちらかというと頭の中、脳の中でも神秘質を使っていろいろ物事を考えすぎて、もう考えることは悪い方じゃないんだろうけど、何かそういう実体験とか、僕らの世界でもそうなんですよ。そんなもんなんぼね、頭でねやったって答えが出ないことを決断しなきゃいけないわけですから、監督っていうのは。この選手とこの選手使ったらどっちが勝つかなんて、こっち使ったら勝率 50%、 こっちやったら 60% 出ないの中で決断するときに、やっぱりいやそういう時はどうやるんですかと、いやこいつの守備能力計算してな、こいつの、そんなことはありえないですよね。全部勘って言ったらおかしいですけど、こういうでも勘って何もないとこから出てこないから、今までの経験とかそういうものの中から何かシナプスがパッパッパッって出てくるんだと思うんですよ。それを今度経験だって言っちゃうと、例えばうまくいってないなと思う時に、あそうだ昔こういうことあったな、同じような時あったなって昔のノートバー見るんですよ、でそのノートに、あそうだこの時こうやって買ったよしと思ってやったら大体ダメなんですよ、なぜかって今の現場見てないんですよ、ノートの方にもう頭いっちゃってて、今から逃げてるんですよね。要はもう苦しくてしょうがないから、で結局僕はだからノートはつけるんですけど見ないんですよ、ほとんど今は。だからその経験だっつって、でもそれをなんか整理して取っといたらいいっていうわけでもないし、自分の中になんかこう刷り込んでいくようなもの、そういうものが今なくなってきてるわけですよね、きっと。だから今おっしゃったような、要は本質を見る目がなくなってきてるわけですよね。なんかもうこんなこと言っていいかしらけど、この前のね、田坂さんに前話したんですけど、文部科学大臣がね、原発作業員のね、被爆量を100ミリシーベルト元に戻します、でも現状やってる人は200ミリシーベルトのままです、なぜですかって言ったら、そうしないと作業が回らない、一番大事なことは100ミリシーベルトにするってことは、その作業員の安全のため、その作業が回るかどうかで、そっちが大事なんじゃないのとかね、なんか平気でみんな言って、はん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 って、この社会を、じゃあそういうも
見れるようにするためにはおっしゃったように勉強するんじゃなくていろんな体験したりね経験しなきゃいけない、うん、ひょっとしたらそういうのをあれですかこうくくってたっていうかなんかちょっと縛りをしてたのが宗教だったりするんですか。あの宗教は一つの役割を持ってたんでしょうね、うん、あの必ずしも宗教団体ということでは必ずしもないと思いますが、うん、日本人っていうのはある部分その宗教的なその教育が日常生活に浸透してましたから特にあの毎週末あの教会に行ってあの説法を、ね、受けなくてもあの少なくとも私ぐらいから前ぐらいの世代っていうのは家庭教育の中に何気ない宗教的なそのメッセージが込められてましたよね、うん、例えばその子供に対してもうお天道様が見てるよとかですね、あのあそういうこと宗教というよりも掟とかなんかそういうもんですね、うん、その家の家訓みたいな。そうですね、 あの世間様がそれは許さないよとかね、うん、よく言われる日本っていうのはあの昔から罪と罰の国ではないと、その罰されるから罪になるからやらないという国ではなくてむしろやっぱりあの恥の文化ですよね。例えば怒られるときにあの子供を怒るのにそういうことするのは恥ずかしいことだよってこう怒りますよね、うんうん、つまりその警察に捕まるとか法律に反するという言い方はしないですね、うん、つまり美学とか恥とかそういうものをそのまず語りますね、うん、でもちろんこれはある種の倫理のように聞こえるんですけれども実は日本というのはこの倫理的な世界と宗教的な世界がほとんどこの混然一体となってつながっていると思うんですね、うん、例えばお天道様が見てるっていうのは倫理観としてもまあその分かりますけれどもある部分大いなるものに我々はもう見つめられてるんだということを子供に分かりやすく言う表現ですね。つまりあの日本っていうのは岡田さんがおっしゃる通りで少なくとも日本という国はあの宗教的なある上層が一般の庶民の中にも結構ちゃんとあった時代がある。まあ10年20年ぐらい前からおかしくなったと思いますけれどもあのそういう意味であの宗教的な何かがその過ちを妨げてくれたんじゃないかという、うん、岡田さんのご指摘はその通りだと思いますね。あのただこう間違ってもあんまりそれをまた大丈夫なにかぶって子どもたちに宗教教育をやるべきだってそういう安っぽい話ではなくて、うん、あの本当にもそもそも宗教的な教育の本当の伝え方というのはあの説教説法することではなくて例えば親の後ろ姿ですから親がそういうものをしっかり内的な基準として持って生きていればあの子どもとか次の世代は必ずそれを後ろ姿と横顔から学びますから教育のあり方そのものもすぐにまあ教育基本を変えろとかですねあのそういう次元の話ではなくてですね、うん、あのまさに英知というものはそういう形で伝承されていったと思うんですね、うん、あのその意味では資本主義というものだってもともと資本主義だってプロテスタンリズムですかプロテスタンリズムとの関係で論じられているぐらいでね欧米においてあのマックス・ウェーバーにおいてですね、はい、ですから日本でも同じで儒教の下で資本主義というものはちゃんとその律するものが あったわけですね。でその部分をボソッと落としてしまったのが日本でも欧米でも大きな問題になっていると思うんですね。ですからこのあたりが何をもってその代わりとなっていくのかというのは、まあ、大きなテーマだと思いますね。必ずしも素朴な宗教教育ということではないと思うんですが、うん、そうするともうあれですね、なんか全ての根源がねその一つのところにこうスーッといくような感覚があるんですけど、例えば成長っていうのも何も今のこの資本主義社会全てを否定するもんでも何でもないし、目に見える資本の増大じゃなくて目に見えない資本 をいかに大切にするかによって、まあ、そこそこの目に見える資本がこう成長していくのも全く問題ないだろうし、ある意味いろんな競争原理も競争はあってもいいけどその根本にお互い伸び合っていこうとか相手に対する思いやりだとか、まあ、そこも目に見えないものですよね。そういうものをこれから大切にしていかないとやっぱり生き残っていけない。なんか表面だけを変えようグリーン経済で成長しようとかそういうことじゃなくて
そのもっと見えない目に見えない資本を大切に成長させていこうという活動の中で社会がこう自然と収まっていくような成長になっていく、あの量的な成長がね収まっていくようになるんじゃないかというような捉え方でも大丈夫ですか？ピントずれてるかな。先ほどからうまく問題整理していただいていると思うんですが、目に見えない資本というものをまず大切にするべきだと、うん、でその結果としても当然目に見える資本というものも結果として豊かになっていくことが多いにあると思うんですね、うん、ただ目的と結果もあまりそのごちゃ混ぜしない方がいいですよと、うん、むしろ目に見える貨幣資本だけを最大化しようとするときに多くの場合目に見えない資本がその非常に乏しくなってしまうことが多いにあるので、うん、そのことは先ほどから何度か申し上げていることですね。でおそらくですねこれからの時代の在り方というのはその目に見える資本というものを私は全く否定してないんですが、さっきの金融のところで申し上げたようにその潤滑油なんですね。ある意味ではつまり目に見えない資本がうまく動くことによって目に見えない資本がですねその豊かになっていく、うん、つまりお金というものがうまく回ることは決して悪いことではないと思うんです、うん、でそれがあるからこそこの目に見えない資本が豊かになるという場の作り方が大いにあると思うんですね、うん、例えば単純に会社でもその福利厚生にお金をかけることによって社員が安心してその会社でも使命感を持って仕事に取り組めるということが起こるかもしれないわけですね。ですからお金というのはまあ当たり前の言葉ではありますけれども、どう使うかというところの経営者の意識が問われているわけで、もともと日本という国においてお金とか利益というものはその良きことをなすための手段なんですね、うん、目的ではなくて、ここが根本的に今の世界の少子がおかしくなってて、お金というものはもう究極の目的であって、それをどこまで再現ができるかがそのビジネスというものの本来のミッションなんだという定義をどこかで誰かがしてしまっていると思うんですよ、うん、特にアメリカのおそらくウォールストリートあたりが。そうではなくて、どこまでも資本主義は始まった頃から今日に至るまで、そして未来に向かって、特に日本なんていう国ではある種の手段として重要だという位置づけだったと思うんです。ですからよく言う日本型経営の3つの言葉という、企業は本業を通じて社会に貢献をするとはっきり日本型経営で言う、利益とは社会に貢献したことの証であるという、うん、社会に貢献ということをまず前提として、そのインデックスとして利益があるんだというふうに見るわけですね、うんうん、で3番目の言葉は、企業が多くの利益を得たということはその利益を使ってさらなる社会貢献をせよとの世の声だと。つまり、ああ利益を得られたっていうのをこれで目的達したと思うなと、その利益が与えられたということは世の中からその利益を使ってさらに素晴らしい社会貢献をしてくださいという人々の声なんだと思えと、うん、こういう思想があるわけですね。ですからこれは世界の資本主義でも本来この原点に戻るべきで、マネーゲームと呼ばれるお金を最大化することを目的に動いてきた社会とか資本主義というものが何をもたらしたかというのは、この21世紀の初頭で相当明確になってきていると思うんです、うん、リーマンショックがそうです。でもあれは序曲に過ぎないと私申し上げましたけれども、もう今ギリシャの危機がありヨーロッパ全体が非常におかしくなっていくと思うんですね、うん、でこれはおっしゃる通り信頼というものがもうガタガタになってますね、うん、つまり本来あれほどの大きな地域圏ですね、経済圏、まあ、国家の連合がですね大切にすべきは信頼だったわけですね、うん、この信頼資本というものがもう今やガタガタになってしまっているのが EU の姿、この先は私はかなり辛いものがやってくると思いますよね、うん、我々はそれほどの高い授業料を払ってでも、ああ信頼というものがどれほど重要であったかということにまた気がつくプロセスに入ってるんだろうと、うん、で日本は他山の石というものでも十分に学べるんではないですかと、うん、日本も同じことやったら学ぶんではあまりにも寂しい。そうですよね、まあ、これあれですけど TPP とかってあれだけ EU がああいうのでダメになってるんで、またそんな囲い込み経済圏作っていいのかなとかなんて、僕はこう全然内容詳しく分かってないんですけどね、思っちゃったりするんですけどね。TPP の議論はね、また別の機会にまたやれればと思いますが、その制度、先ほどから申し上げるように制度そのものでいい悪いというのは私は本当は決まらないと思ってるんですよ。どのような制度であっても、非常にグリーディーな、これで一儲けしてやろうとか楽して儲けたいとかという意識が蔓延したときに
どのような制度もひどい結果をもたらす。完璧な制度はないですね。でしたがって TPP そのものもある種の方法としてはいろんな活用の仕方があるんでしょうけれども、うん、現実に今予測されることは非常にグリーディーにこれでもうどんどん利益を拡大できるというその資本主義のある姿がですね突っ走るとおそらく結構辛い問題がいろいろ出てくるだろうと私は思っています。なるほど。そういう人たちに引っ張られて TPP 入ると良くないよっていうことですね。これは逆もそうで、じゃあ TPP やめたと、もうほとんど鎖国みたいな状態でやっていくと仮に決めたとしてですね、うん、でも気がついてみたら、ある種のその何の努力もしない産業がですね、補助金でずっと生きてくるということにうまい収入をするという、うね、これもグリーディーな意識が蔓延すると、この国はまた別な意味でおかしくなると思う。ですから今問われているのは、開国か鎖国でいくかというような次元の問題よりも、その手前にある我々の例えば仕事とか産業とか企業の在り方とか、その豊かさというものに対する捉え方の賢さが今問われているんだと思うんですね、うん、ですからそこを抜きにして、どのような打ち手も私はいずれ壁につけられると思っています。そうすると、まあ、そういうものをね、今世の中の人にみんなどんだけ言っても、うん、なかなかそうはならないですよね。みんながみんな目の前のね、うん、ことをやっぱりどっかで行き着かないと帰れないんですかね、我々人間は。いや、これもね、大切なご指摘、うん、ご質問なんですけども、まあ宗教的な世界に霊団自治って言葉があって、冷たいも熱いも自分で知るしかないという、うんうんうん、でまあ、この言葉の重さはありますよね。結局人間って自分自身振り返ってみてもやっぱり賢くないなと自分でも思う。あの経験をしなければ自分は気がつかなかったのかと、うん、で本当はそうであってはならない。その経験をする前に、そのために先達の英知とかその教養とかということの意味があるんだと思うんですね、学ぶということの。だけども残念ながら多くの場合、これは自分自身の反省も含めて、人間というのは結局自分で壁に突き当たって辛い思いをした時にしか学ばないんだろうかという、その思いはどこかにはあります。ただですね、ただやっぱり私は本当は人間がなぜ英知を学んできているかというのは、その体験をせずとも それを超えていける何かがあるはずだと、うん、そうでなければ人類ってのはこれから21世紀相当惨憺たる状態を体験することになってしまうだろうというのが私の懸念でもあり、そうなってほしくないという願いでもありますけどね。南太平洋にナウル共和国ってあるんですよね。珊瑚礁の上にアホウドリが糞をして、で長い間かかってできた島で自給自足ずっとやってたんですよ。ところが珊瑚礁とアホウドリの糞が化学反応を起こしてリンができたんですね、うんうん、で欧米の人が言ってリンは肥料になるって、あリンだってブワー採掘して、うん、1年だけ1人当たりの GDP がアメリカ抜いて世界一になった年があるんですよ、うんうん、それぐらいすごくて、もう近隣の島からみんな働きに来て、インフラは全部タダで、食事も何も作らない住民は。でもみんな知ってたんですよ、いつかなくなるってでもなくなってまた元に戻るんですけど、自給自足できなくなって ODA とかで食べてるんですけど、なんだろう人間って、ってそんなこと思ってて、ふと例えばうち子供3人いるんですけど、3人目はまあまあ僕が豊かになった時に、僕は本当に会社の50円のコーヒー一杯飲めないようなちょっと生活してって、4畳半にかみさんと2人で風呂もないようなところで、ところが3人目の時ある程度豊かになってきて、そうすると3人目が一番なんかちょっと今よく言われる弱いとかね、でいや海外別に行きたくねえよ俺って、車の免許いらねえよとかって、いやお前免許ぐらい取れよっつってこの前取らせたんですよ。ちょっと待ってよ、今環境問題で俺は車を減らした方がいいとか言ってて、息子には免許取れ、俺ってなんかすげえ矛盾してるよなと。で今の若い人たちがセックスレスだと、あ人口爆発を抑制してる、あれこいつらみんないいことしてんじゃないのとか逆に思うと、今その人間の限界みたいな話された時、俺自身がなんか同じようなことやってるなとふと思うんですよね。これはね、今日の話の始まりが、その人類がね、まあ、滅亡する速度が速いんじゃないかというご質問から始まったような気がするんですけどね、
まあ、そこに戻って申し上げれば、結局我々先ほどから申し上げている英知を人類全体として本当につかみ取ることができるのか、うん、私はそれができなければ、うん、まあ、それがまあ10年100年で起こるかどうかは別としてですね、うん、人類というのはおそらくいつの日か振り返ってみると早く絶滅した種だねというですね、ことが大いに起こり得るだろうと。で、未来のどういう方からそれを評価するかよく分かりませんけれども、その未来から振り返った時になぜ人類はあんな寂しい終わり方をしていったんだろうというのは、おそらくマンモスの牙がその伸びたということをよく言われますけれども、人類の場合にはそのやっぱり自分たちのエゴというものに処する英知を見抜けることなく、うん、それを肥大化させて、まあ、人口もどんどん増えていったからだねということになるのではないかなという私なりの感覚はありますね。マルサスが18世紀末に人口論って書いてるじゃないですか、はい、あれはまあ人口爆発で食料なくなって人類が危機にすると。でも最後にこれ僕読んでないんですけど聞いたんですけど、そのあれでしょ、人間って切羽詰まった時にすごい力を発揮する、それに期待したいって書いてあるって、僕田坂さんに聞いたんですよこれ。いや、そうです、違う、で書いてあるんですって。すごい洞察だなと。やっぱり僕ら切羽詰まらないとなかなか動けない。で、今度の東日本大震災で僕は切羽詰まったかと思ったですよね。ところがまた元に戻ってきてるんですよね、なんか雰囲気が。うん、これで初めて日本が世界で初めてなんか、あ、切羽詰まってなんていうのかな、自分たちで変えていく動きが出てくるんじゃないかと思ったら、なんとなく最近元に戻ってきたなっていう感覚ですね。その懸念は私も似た懸念を持ってますが、私も 3.11 本当に不幸な出来事ですけれども、あ、これはやっぱり我々が今本当に大切なことに気がつくべき非常に大切なタイミングが与えられたんだなと思ったですけれども、うん、まだ1年も とても経ってないので、はい、こんな時期に世の中に何とはなしのこの楽観的な空気が広がっていくことは、うん、私は非常に残念だなと思いますね。田坂さんがよくおっしゃってる原発問題だって何も解決してないんですよね。もうとするとね、その人間が本当切羽詰まってこのままじゃっていうのが間に合うのかどうか知らないけど、そのためにもっと大きなね何か来ちゃうんじゃないかとかって、まあもうそれもしょうがないな、来るべきしてくんだなともう今なんか思っちゃうんですけど、それが鳥インフルエンザなのか核戦争なのか何なのか分かんないけど、それをちょっとでも早く気づけば気づくほど、田坂さんがおっしゃってる英知にみんなが気づき始めたら犠牲が少ない、遅ければ遅いほど犠牲が多いというような感覚がなんとなくありますね。本当にね、この懸念は私も全く共感申し上げるんですが、あえてやっぱり最後に申し上げると、私はやっぱり世の中やっぱり光もたくさん生まれていると思うんですね。例えば今回の震災で多くの若い方々、まあ、若くない方々、年配の方も含めて被災地に向かってボランティアの活動されたし、うん、今の時期ほど一人一人の国民が自分に何かできないんだろうか、うん、何かできるだろうかと考えた時はない、うん、でその意味では私、日本の中で今回の震災を踏まえてですね、むしろ非常に素晴らしい動きもやっぱり生まれてきているとは思うんですね。でむしろ草間の人々の中での動きはむしろ非常に未来を感じさせる良き動きが起こっている。なるほど。で従来この国というものも、まあ、リーダーとして引っ張ってこられた方々の中に残念ながら本当の意味での深い内省とか反省が見受けられないという感はどうしてもありますけれども、私はいずれこの世の中を変えていくのは一人一人の国民だと思ってますし、特に若い方々だと、むしろそこには光と見えるものがいくつも生まれているという感覚はありますけれどね。そうですね。僕なんかがこんなことを考えるんだから、もう一般のこう下の方でみんなは考えてるんですよ。ただ既得権を持ってる方々はあんまり考えないようにされてるように見えて、もうこういう
なんか変わると思うんだよ。それの力は起爆剤としてはやっぱり若い人でないと、僕らでもやっぱり既得権あるからしがらみがあって動けないとかあって、もう国会議員は50歳以上はダメとかね、なんとかいやでもね、おっしゃったようにもう僕なんとなくですよ、文科省の参与やったりもしてて高さんさんもやられて、官僚とか政治では変わらないですよ、うん、革命でも起こらない限り。そうすると実は僕がよく言うその細胞同士のね、うごめき、これカンソルにも言っちゃったんだけど偉そうに、その上トップダウン、サッカーのチームでも監督がこうやれこうやれって命令してるチームってそこそこ行くんだけど、やっぱり世界で勝てないんですよ。選手同士がこう自ら折り合いをなしていく組織が一番強いんですよ。でこれ生物的組織って僕は呼んでんだけど、それは福岡慎一さんってあの生物と無生物の間のあの人と話した時に、人間の体って今日と明日お母さんの体違うんだよ、古い細胞死んで新しい細胞ができてると、でも新しい細胞ができて同じ形を作ってんだけど、それは脳は命令してないんだと、細胞が隣の細胞と折り合いをなして作ってんだって、えって、すごいことですよね。で僕は今回初めて国家が、日本という国が上の官僚、偉いですよ、偉い政治家とかじゃなくて国民一、民間企業、国民たちが一人一人が動き出して折り合いをなしてね、なんかできる組織、生物的国家になるんじゃないかなってちょっと思ったんですよ、うん、そしたら今やっぱり戻ってきたなっていう感覚は、でもおっしゃるように目は出てきてますよね、うん、いろんな活動に僕呼ばれるんですけど、学生なんかがやってる、彼ら考えてますよ、弱い弱いって言われるって言ってるけど、やっぱ考えてる。ある若い経営者のお母さん、あ、これ田坂さんに言ったんですよ、おじいちゃんに言って借金があって、あ、そうですね、で弱いって言われるって、ええ、その話聞いた時にね思い出しましたよ、何人かの若い経営者のやつと、うん、そいつらもね同じようなこと言って、本当ね、僕ら弱い弱いって言われるけどね、背負わされてるの全部お母さんらのみんなやったこと背負ってんですよ、うん、あそうか、具体的に言うとそういうことか、だからなんか彼らが田坂さんおっしゃったように動き出してるっていうのは大きな光なのかもしれないですね。まあ本当にあのおっしゃるように一人一人の国民が今後どう変わっていくかということはやっぱり根本的なテーマで、ただやっぱり今回の震災を踏まえてこのままではいけないと思われている国民、特に若い方々の中に非常に多くなっている。私はそこから何か始まると思うんですね、うん、でまあしばらく前に岡田監督にもご参加いただいた例のオープン懇談会というね、官邸と国民が結ぶ、うん、あれなんかも私の中では参加型民主主義という、うん、その自然エネルギーというテーマよりもむしろこうやって多くの国民が自分たちの政治にもっと関心を持ち発言をし行動していくという、うん、そういう時代を我々はこれから切り開いていくんだろうと。で その方向以外にこの国が根本において変わっていく道はない、うん、また逆に言えばその方向にこそ我々はこの国を変えていける可能性を私は大いに感じているんでしょうね、うん。岡田さん、田坂さん、ありがとうございました。今日は成長というテーマでお話を伺って、まあ、伺ってて一つイメージが湧いてきたんですけど、成長って漢文読みすると長くなるって書きますよね、うん、今まで長くなるってどうしても上に長くなるってイメージがあったんですけど、今日のお話を伺っていると横にいかに長くなっていくかっていうこの時間軸みたいなものが、あ、見えてきたななんてそんな風に思って、私たちそういう知恵っていうことを考えるかっていうのが一つの大きな指針をいただいた気がします。この番組では皆様からのご感想をお待ちしております。ソフィアバンクラジオステーションのサイトからお送りください。それでは岡田武史、田坂宏、対話人類の未来、また次回、さよなら。ソフィアバンクラジオステーション、ソフィアバンク COJP